それでは、1287回目のロト6の一口予想をしてみたいと思います。まず、過去50回の出目表を見て、軸数字を3つ絞っていきます。今回は、そうですね、4、24、36でいきたいと思います。そして、予想ツールを立ち上げて、軸数字に選んだ 4、24、36を選びます対象にする抽選回数は今回は直近の200回できたいと思いますで、ボーナス数字は含めないの設定でいきます そして予想するボタンをタップすると4または24または36と相性のいい数字が出てきます。今回は一口予想ということで4243683710で購入したいと思います。